こんにちは、長谷川エレナともみです。今日はコミュニケーションのキャッチボールについてお伝えしたいと思います。コミュニケーションや、まあ、会話なんかはこうキャッチボールが大事だよって、言われると思うんですけど、キャッチボールって何ですかね。まあイメージ通りなんですけど、ボールを投げます。で、相手が受け止める。そして相手が投げたボールを自分が受け止める。これをこう繰り返していくのがキャッチボールですよね。で、まあコミュニケーションって普通こういうイメージをすると思うんですが、でも意外とみんな頭で分かっててもできてないことが多いと思うんです。皆さんはコミュニケーションのキャッチボールできてますか？例えば、何か自分が発した言葉が、ちゃんと相手が受け取ったかどうか確認してますか？ね、一方的に言ったと思ってても相手は受け取ってない可能性があります。例えば、なんかしながらこう聞いてると、なんか音では聞こえてるんだけどふーんみたいな。でもそういう時って自分は言ったから相手は理解してるつもりって思っても、相手からしたらそんなの聞いてないよっていうことがあったりしますよね。だからきちんと自分が言ったことを相手が受け取ってるかなっていうのを確認するのはまず大事です。そして、まあ、逆のパターンもありますね。こう相手がボールを投げます。でその時にちゃんと受け止めてから返せばいいんだけど、受け取らないで、要はその相手がこうこうこうっていうふうに言った時に、ああそれってさこういうことだよねとか、いや私はねみたいな感じでこうかぶせてしまったりとか、そのスルーしてしまう時、それっていうのはこう相手が投げたボールをこうちょっとこうかわして違うことをこう言ってるの、要は違うボールを投げてるっていうことですよね。でそうするとどういうことが起こるかというと、相手は不満に思いますね。当たり前ですよね。自分が投げたボール受け取らないで次のボールが来たらちょっとこうびっくりするしイラッとしますよね。だからきちんと相手が、まあ、具体的にどういうことかというと、話し終わるまできちんと聞いて、それで、あ、そうなんだねっていうふうに一回受け止めてから、でも私はこういうふうに思うんだけどどう思うっていうのをこう投げる。で相手がそっかって一回受け取って、あ、だったらさみたいな。それがまあキャッチボールなんだけれども、やっぱり、特にそうだな、せっかちな人とか相手に対しての先入観が多い人っていうのは、相手が投げたボールをきちんと受け取れないことが多いです。だから、そのコーチングの、まあ私の講座の中では自分のコミュニケーションパターンっていうのをこう分析したりとかもするんですけど、私も、昔ねそういうことを勉強した時に自分自身を本当にこう深く見つめる機会があったんですね。まあ今ももちろん繰り返しそれはしてるんですけれども、初めてそれをした時はすごく衝撃でした。自分は自分のコミュニケーションのパターンとか意識してないから、まあ、それが当たり前だったんですけど、確かに私相手の話最後まで聞く前になんか自分のこと言おうとしてるとか、なんか相手が話してることを勝手に解釈してなんか、こんな人なんだって捉えてたりとかっていうのも、やっぱりその自分のコミュニケーションを振り返った時にすごく分かることが多かったんですね。まあ、これをちょっとこうキャッチボールに置き換えて、皆さんも普段の自分のコミュニケーションをこう振り返ってみてください。これはまあ何でしょうね、自分がこう尊敬してる人とか、まあ、仕事のちょっとこう場面とかだときちんとできることでも、意外とこれは身近な人にできないことが多いんですね。やっぱり長年のこう付き合いの友達とか、まあ、家族とかだと、あ、どうせこうでしょっていう感じで勝手に解釈したり、あとはもう何だろう、勝手にこうボールを投げるだけ投げて相手が受け取ってるかどうかを確認しないで次に次に行ってしまうっていう、まあ、こういうパターンもあるんじゃないかなと思います。ぜひこれを機に振り返ってみていただけたらと思います。